大河内氏は、摂津源氏源元、頼政の孫健純なの後裔と称した一族である。室町時代には、三河吉良氏に家老として仕え、江戸時代の正綱の代に、徳川氏一族の長沢松平家の養子となって、以後は、大河内松平家という、大名、旗本として、複数化あり、知恵図と称された、老中、松平信仏名などを輩出した。明治時代に入り、 大河内製に服した。源の剣綱は、自称4年の持ち人をらんで、祖父頼政と父金綱が撃たれると、母と共に、三河国抜方軍隊が打ち合わざ大河内、現在の東名高速道路の岡崎インターチェンジの、あたりに落ち、大河内氏を称した。しかし、大河内氏の初期段階の一族の動向、家系図には、不明な点が多く、 現わずなも信頼性のある資料に見えていないことから、仮おかせであるとする説もある。上級三年の上級の乱の先行により、足利義氏が守護職に部任されて、三河に入ると、大河内健綱は義氏の悲観となり、その後大河内成功もまた、足利安氏氏に従ったとされる。その後、大河内氏は足利氏一門で、三河の名族キ良氏の過労となり、 発軍の寺津城を拠点とした。吉良氏の所領である、東都海国引き場荘の大官となった一流があり、戦国期に、大河内定綱は東都海守護職の柴氏と結び、信仰する今川氏に執拗に抵抗した。十二代、大河内秀綱は初はめキラ義明に仕え、三河一行一騎では、主と共に、徳川家康に敵対したが、義明の没落後は家康に属した。 慶長年間に、かぬまで大官を務めている。天正十五年、秀綱なの次男正綱が家康の命で、長沢松平家所流の松平正さの養子となり、旗本として出世の後、元奈三年に、相模玉縄藩二万二千国の大名となったことから、この子孫は、大河内松平家と呼ばれる。ま綱の兄、大河内ひ綱の子でま綱の養子となった。 松平信綱は、三大将軍、徳川家光の故障から老中に進むとともに、武蔵忍藩三万国、同川越藩主六万国と仮蔵され、島原の乱や慶安の変の鎮圧などで活躍した。江戸時代には、大名家として三屋があった。玉縄藩は、松平正綱の長男正信が相続し、その孫正久の時に、数佐大滝藩に転じた。 松平信綱とその子孫は、代々、松平伊豆守を名乗り、下佐古賀藩、三河吉田藩と移りながら、老中を何人か輩出した。信綱の伊豆尾の武器は、下佐土浦藩に封ぜられ、養子輝き邸からは、上野高崎藩主として幕末に至った。なお、近世以前に分かれた一族の別系に、代々、大河内全米を称した旗本があった。 明治以後は大河内氏に服し、大名の三谷は四尺家となった。大滝藩主の末裔として理科学研究所の所長を務めた物理学者の大河内正俊氏がいる。2019年、藤原定家による源氏物語の若紫巻の鎌倉時代の写本が大河内家邸より発見された。家紋は大滝藩主宗家の縄文が伏せ町に十六聞く。 カエモンが三つ奥義である。吉田藩主大川地家の家門は丸に伏せ町に十六菊で通称伊豆町とも呼ばれている。宗家の伏せ町は触角が直線のみで羽の模様が多い。吉田藩主大川地家の伏せ町は触角の装飾がありわは,は宗家の伏せ町と比べると簡素な特徴がある。高崎藩主大川地家の家系の縄文は三つ岩木線で、 通称高崎線と呼ばれている。この形を基盤に、高崎市立の高崎経済大学の学章ができた。右京大部下では、丸の内布施町に16菊が開門となる。大滝家は、高崎右京大部下と同じく三つ扇が、正門だが、扇の外周が丸く掘れもまっすぐである。大滝家の開門は布施町に12菊である。ありがとうございます。